法要を計画したのは愛媛大学講師で作曲家の西村直樹さんです。西村さんは去年夏から今年の秋にかけて高野山や広島で僧侶の読経などと一緒にユニークな平和コンサートを続けていて、ハワイ大学から招待されたのがきっかけでした。昭和天皇が亡くなって昭和の時代が終わりました。本当の意味での戦争というものがもうこれでなくなって、世界平和を願う平成という時代に変わりましたので、眠っている方々どうぞ安らかにお休みくださいと。その時に感じたものが心の中に残っていて、そしてそれをこう書き留めているうちに、パールハーバー真珠湾のための、鎮魂の曲をね、書きたいという気持ちに駆られたんですね。平和コンサートの出発点が高野山だったことから、西村さんは1200年もの間日本の歴史を見守り続けてきた高野山奥の院の灯火を真珠湾に持っていくことにしました。私たちも3年余りですね、兵隊に行ったわけですし、幸い終戦時には内地でおりましたのでね、無事、に済んだわけですけども、やはりパールハーバーの印象っていうものはですね、内外の方々は今でも持っておられると思うんですよね。で、西村先生がですね、いろいろそういった困難をですね、踏み分けて実現されたといったことについては非常に私たちも意義のあることでもございます。西村さんは広島にも向かいました。核兵器の廃絶を願って燃え続ける広島平和の灯火を戦後初めて真珠湾に持っていくためです。
西村さんの趣旨に賛同して真珠湾の音楽法要に参加することにしている愛媛県の伊予十三仏霊場会の僧侶や信者、それに静岡県に本部がある金城流大正元の代表も平和の灯火の祭火に同行しました。